ホロン、タコマヨ、タコマン、ポコポコタコタコホロン。すごいずら。ま、マジで殺してないっす俺。何が起こっちゃったんでしょうか。大丈夫ですか言って。はいはい、はい、まあいない人は返事できないんじゃねえか。はい。行きましょう。おじいがやりてんだが、俺もバシバシキルしてんだが、バッツリやりてえのに。あ、え？びっくりした。いや。白昼堂々。誰いた今？誰だ？今の小平さんじゃないんですかキル？なんて？小平さんがキルしたんじゃないんですか今の？え、ドロップシップですか？コヘウさんとアイハさんはいた？俺いた俺いた俺、あの鍵回して下降りててる途中に一瞬目を離した隙にレポートボタン光ってうえってなったらレポートされた。でもコヘウさん下に向かってってましたよ。下向かってってました。え、どこに下やったか見えてない。鍵の目の前ですよ。鍵の目の前だと思ってました。あ、マジでそれ見えてなかったですね。俺下降りた。ボタン光ったんでしょ？ボタン光っ、ね、ちょっと下降りてからボタン光ったと思うんだけど。うん、俺と、うん、アヨハさんと小平さんと、いやそんな少なくなかった、もっといっぱいいた。もう俺もいた、俺もいた、俺もいた、俺鍵回してる状況。鍵回し終わったらボタン、あの光ってた感じ。死体の位置が一瞬過ぎてちょっと私は分かんなかった。うん、あ、多分カッソの目の前に落ちてるんじゃない、ごちゃキルだと思うんだけど。ごちゃキルっすねこれだよね。で多分アヨハさん結構いたけど、うん、切られた瞬間は誰も見てないって感じなんだこれ。見てないっすね俺、切られた。見てないな。うわ、そこで離れてた人とかいます？はい、タコマンさんに給油してたかな。あ、ごちゃキル、なんかごちゃごちゃしてた中で離れててこの人無理だなみたいな。タコマンさんはなんかあの迷路みたいなのやったな。俺迷路の助かってましたね。あのリアクター右側の左。あの上にいた人間の話？タコマン。上にいた人間の話。だから無理な人はここで洗えるってことでしょう。うん。とりあえずいたのがポコさん。加藤さん、加藤さん、小平さん、小平さん、あよはさん、うん、浅沼さんは？浅沼さんも行ったの？え、いなかった？俺はマジでわかんない。多分ドリルに向かう途中ぐらいです、ね。浅沼さんもいない。あ、じゃあいない。そこの人たち。小平さん、夜行さん、鍵の初手キル強え。7人ぐらいいたと思う。小平さんが多分、小平さんが一番多分状況わかってて、うん、誰が一番近かったの？その死体に、青くんに一番。見えてない見えてない、マジで見えてない。いやでも小平さん離れてたってことはさ、小平さんキルじゃなくない？絶対に、うん、なんか小平さんじゃない。アヨハさんが小平さんって、でもさ小平さんが離れたんだから、アヨハさん視点だと俺が殺し離れたように見えたんでしょ多分。そういうことです。じゃあアヨハさんもちょっと離れてたってこと？あ、てかアヨハさん見てるよねそれだったらね。確かに、そう。確かに確かに。マヨちゃん白いな。プルー。ああ、ソサさんか、びっくりした。
人だけか。どこっすか。これバイタルの前です。バイタル、じゃあ停電中切るってことですか。で、私ラボラトリーらへんのタスクやって、それ見た人いると思うんですね。ポコタコマン、コヘウ、加藤とかが多分いましたね。ご覧になったと思うんですけど、それで一通り終わったんで、一回会議室とかバイタル見に行こうかと思ったら、一人でそっさん倒れてました。で、周り一通り見たんですけど、人がいなかったんで、多分今オフィスの周りあんま人いないのかなって思いました。スペシメンに7人ぐらいいる。7人もいた。7人もいんの。いや多分いない。4人、ま、4人とかじゃない。いや4人だと思うけど、ちょっと待ってくださいね。ネロ、ポコ、浅沼、シャカ、ネロ、コヘウ、バクトさんもいました。もしかしたら、うん、最後俺は後から来た。後から。それスペシメンに入った順番ってわかります。最後の人が怪しくないとかだったら。最後 俺が最初に。でも俺上から。シャカさん最初にいて、その後に3人ぐらい。ラボから3人降りてきて4人になって、その後浅沼さんが上から来て、大川さんも上から来た。そうそう。だからなんかそこは厳しそう、バイタルキルなんだとしたら。ん？オフィスから行った人とかいないんですか？じゃあ逆に。俺が、だけど俺は開幕から行ってる。ああ、そういうことか。だからもともとスペシメンにいた俺に他が全部合流してきた感じ。最初多分オフィスに人いっぱいいたから、その最後尾が切られた気がするんですよね。ん？いやこれ怪しいのエレキ組じゃないですか。エレキはちなみに最後はタコマンさんだった。俺最後来たエレキ、そうですね、俺です。俺が直してます、ね、エレキ4人いましたね、うん、ヤコ、コロン、ポコ、タコマン、タコマヨ、あ、5人か。俺がついた時は1人でした。そう、ヤコさんがダントツで早くて、他4人が同じぐらいのタイミングでついたかなって感じ、うん、4人じゃない、タコマンさんが一番遅かった、かなり。あ、そう、タコマンさんが俺は停電終わったら辺でついたって感じですね、うん、俺 O2 側からっすね、エレキ行ったの。なんかこのエレキ組だと思うんですよね、僕は。ヤコさん以外の。もう一回言ってもらっていいですか、俺の後に入った。ちょ、あれ見えてなくて。ホロン、タコマヨ、タコマン、ポコ。ポコ、タコ、タコ、ホロン。おいずら。夜中のテンション。笑っちゃいけないね。ほら、どうぞ。O2 から出て、ボイラーと O2 の間で光って、どこにあるか見てなかったんだけど、めっちゃ目の前に浅沼さんがいた。で、ネロちゃんとアヨハさんが一緒にボイラーの方に行くのを、お部屋が O2 に入っていくのですれ違った。タコマンさんだと思います、うん、これ。いや、ちょっと、どれが。俺と、加藤さんが一緒に O2 から上がってってエレクトリカルの方に。で、エレキ前でお子さんと合流して、うん、で合流した後に停電して3人で入って直して出てったら左側からタコマンさんが来た。あ、まあこれちょっとセキュリティ O2 あたりから。O2 のあたりにいたのは本当で、で停電起きた直後にすぐその停電とこに向かって行って、で後から小平さんが俺と同じルートで停電の方に。目いいね、一応死体通報光ったんですけど、光った時に、はい、浅沼さんも目の前にいて、浅沼さん通報してないんですよ。はあ。で一応マヨも俺が O2 やり始めた後から入ってきてて、うん、マヨはアヨハさん見てない？見てない。アヨハさんどこ、どっち行ったんだろう。まあ分かんない。俺は O2 一人でやってる認識だったんだけど、アヤハさん左側にいた気がするけどな。まあまあ左にいるのは多分確定なんですけど、場所が、死体の場所が分かってなくて。死体の場所どこで光ったの？O2 出てボイラーと O2 の間のなんかちょっと縦長の通路みたいなところになった時に光った。ゴミ捨てタスクの左側。ああ、じゃあそれだったら俺が入ってきた時にまだ死んでないよ多分。だよね。
だから、うん、浅沼さんめちゃくちゃ怪しく見えるけど、私そのあたりいました、多分ボイラー、うん、タコマン浅沼、いや小平さんもまだ怪しいです。死体ってどっちだっけ、あゆはさん、あゆはさん、あゆはさんの死体、小平さんも怪しいです。ヤコさんの方は、ヤコさんってわかる誰か、あ鳴らしたい、見てないな全然、ちょ俺鳴らしますよ、お願いします、俺が押そうか、俺が押しますわ、いや俺が押します、いや俺が押す、いや俺が押すっつってんの、俺なめんなよ、連打なら負けないから、ナイスナイス、いや俺が押したんで、タコマンさん釣りで、いやちょっと待って、なんだっけ、まあ、ヤコさんのダブルキルの1個前って誰キルでしたっけ、ソッサンだっけ、あそう、ソッサンキルの時エレキ組が怪しいって話で、タコマさんが遅くに一番最後に来たって話あったと思うんですけど、だからツーグレだと思う、え1個さ、1個可能性のラインだけ話していい、はい、釈迦さんと加藤さんがもしかしたらそのヤコさんとアユハさんダブルキルしてる可能性もあるなと思ってて、私ボイラースタートだったんだけど、ボイラーから中通らないで O2 の中通ったりとかセキュリティ通らないで、右回りでエレクトリカルに回って入ってきてるので、で釈迦さんと加藤さんが、エレキに一緒に入ってきた形だったのね。なんで私視点ワンチャンヤコさんもアユハさんもそこで O2 付近で死んでるんだったら、この2人がグルでダブルキルもあるなって思うの。でもそうなると浅沼さんが目の前にいて通報しなかった理由は分かんないから、うん、それはそう、それはそう、あと多分ね、あゆはさんも左に開幕いたっていう話だからタコマンさんが白だったんだったらその死体を通報してるはずかな。いやでも俺は見ませんでした。てか小平さんが俺の後ろにいたはずなんですよね。 O2 から降りた時に小平さんがまだ O2 にいたから、その後の小平さんの動きが分かんないですね。これガチワンチャンの可能性の話でした。すみません、あゆはさんは結構直近で見られてるのね。かなり直近、うん、あそうなんだ、俺が大津に入る前にそっちらへんに行ったっていうのが小平さんから多分出てて、うん、うん、オッケーオッケー、うん、いや俺浅沼さん釣りは分かんないけど、タコマさん釣りちょっと怖いなと思ってて、その、はい、そのソスさんが死んだ時エレキ組が怪しいっちゃ怪しいんだけど、タコマさん一番最後に確かに来たんだけど左のセキュリティルーム側から来たんだよね。あちょっと、はい、もしこれさ、俺シェリフだからタコマさん撃っていいかな、はい、あどうぞここで、いや、どうぞどうぞ。ここじゃないとちょっと人数的な余裕が取れないなと思って。いや、打つなら浅沼さんの方がいいと思う。浅沼さんの方がいい。うん、タコマさんは俺あんま打ちたくないかな。おろざ。浅沼さんつってタコマさん打つとかでもいいんじゃない？まあ、それもいい。おお。それ危な危な危な。スキップ俺です。あ、俺浅沼さんに入れた。オッケー。おろざ打たないで。じゃあ お二人残っていただいて、どっちが好きな方で。おい。加藤さんだろこれ。あ？絶対に加藤さん。絶対に加藤さん。なんで？多分タコマンさんは大川さんに撃たれてて、うん、で最後そこに重なりに行ったのが加藤さん、一応上から名前は見えるんで、うん、停電でしたけど上で見ていて加藤さんが最後バッて行って2人ともいなくなった2キルしたかもしれない、あの勢いで。なるほど、タコマンさん黒だよね多分。いや俺ジャッカルなんじゃないかなちょっと思うんだよね。少なくとも人外は消せたね。まあジェスターも一応あるけど、ジェスター臭くは近くにいたのは、うん、おこと浅沼さん以外、小平も近くにはいた。ただまあワンチャンだけど大川さんがタコマンさん打って大川さんが死んで生き残ったタコマンさんをキルした可能性も
ああ、まあどっちもあるっすね、確かにね。あるはある。どっちにせよ、そしたら二陣街じゃなくて、一陣街しかいなくならないかな。いや、俺ね、タコマさんついたくない理由が一個あって、そのさっきのソスさんキルの時に、タコマさん左側から来たのね。で、ソスさんがバイタルで死んでるんだったら、タコマさんって右から来るはずだと思うの。ソスさん。で、そこでタコマヨとタコマンが対立したから、ちょっと怖いなと思ったところがあって。まあそこは死んだからもう一旦置いて加藤さん釣りは確定かな一旦、うんうんうん、そこまでは確定だ、うん、いっか良い。浅沼さんどうするか問題、ね、浅沼さんは開幕速攻逃げたから逃げたよね。いやでもね、まあ、ジェスター説俺が話した時にもうサウンドミュートにしてらしたからかもしかしたら聞こえてなかったかもしんない。好意的に見るなら停電を直しに行ったっていうね。停電、ああまあ確かにそれはある。停電の方に行ってなかったよ。待ってるのが正解だったんですか。あ、待ってるのが、あでも聞こえてないんだったら割と、ま、しょうがないかも。停電前にはいないよじゃあ加藤さんさよなら。お疲れ様でした牛オフィス前で、浅沼さんが降りてきた死体の方から。ああ、さすがに釣るか。さすがに。僕疑われてます、もしかして。疑われてるっていうか、はい、もう殺す気でいるみんな。今、さん俺のこと見てたよね。見てた。紫か水色だか、青系の色が半分こになって、ああ、と思ったっつった。すごい芸術的じゃない、なんかポエトリーだな。感覚派じゃないっすいいよ、抽象派と感覚派の戦い。マジで俺じゃないっす、マジで俺じゃないっす。俺一生懸命タスクをやってます。でもちょっとなんか疑われてるっぽいからみんなと一緒にいようと思っていたらこうなっちゃったマジで一生懸命助けてますちなみに釈迦さんと小平さんは一緒にいましたか。いない。釈迦さんはね今停電待機してた。ネロちゃんもいないってことだよね。そしたら、うん、多分一緒にいなかったんだよね誰も。あ誰と。いやなんか浅沼さんと。浅沼さん最後尾で来てたっすよね。で、あと多分あのホロンさんが、うん、ウェポンの中いるの見て、ね、オフィス行くところ見て殺したっすよね多分。いや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 。オフィスの方に下ってったね最後。最後尾最初ついてって。マヨポココヘイは一緒に上上がって。まあ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 ちょっと浅沼さんの話聞きたいそれ。あすいません。最後尾一緒についてってその後よくわかんないタスクやろうかみんなと一緒にいた方がいいのかわかんないからとりあえずみんなと一緒にいようと思って 2,3 影がずっといたっすけどね。あれそれ何の投票ですかいや気にしないでもらって。いや聞いてマジで俺話して大丈夫。マジで殺してないっす俺。あ怖いな。まあでもホロンさんはマジで直近で死んでるんでジェスターがそこにたまたま居合わせた以外はミスズリではなさそうかなって思うけど、とりあえず俺が殺して通報した線しかないんだけどポコさんが多分俺見てるから。いやないない、それは多分浅沼さんぐらいしかないと思うんだよ。うんそれはない、前ちゃんないと思うわ、うん、浅沼さんジェスターはあったけど一応今死んだからない。何が起こっちゃったんでしょうか何が起こっちゃったんでしょうか
サイドやってたんだ。やるなこれは。サイドキックだったか。マジか。アザマさんが本当にインポスターなんだ。俺が殺されたのが良くなかったっすね。多分マヨさんに。そうか、サイドキックのこと考えてなかった。マヨさんか。でも俺サイドキックになったら最後の最後だからな。ちょっとさ、シェリフよく分かんなかったんだけど、あのタイミングってバットかなり。あ、いやいいんじゃないですか。いや良かったと思いますよ。うん。いやマジばやったな、マヨさんぶっ殺してやろうと思ったらぶっ殺されたんですよ。